磯貝流子のぶっちゃけバラエティー風邪です。風邪をひいてしまいました私。はい、おはようございます。というわけで、おはようじゃないか、こんばんはですね、8時半、いかがお過ごしでしょうかね。ゴールデンタイムということで、いい番組も入ってらっしゃいますけども、まあね、僕のこのラジオを聞いて、そしてテレビを見ながらね、小耳に挟んでいただければ嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。さて、まあ、今回で、4回目となるんですけども、いやいやいや、まだ全く慣れませんでございまして、ちょっとね、どうしたものかとね、いろんな勉強してるんですけども、いろんなネタも今日も盛りだくさんなんで、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、というわけでこの番組はですね、磯貝流子の裏、つまり僕の本性をさらけ出してね、綺麗事なしでガチでね、ぶっ込んでいく番組でございます。まあ、本当はね、深夜に聞くような番組かもしれませんが、まあ、そこはね、置いといて、まあ、決して親と一緒に聞かないようによろしくお願いいたします、ね、現場での裏話だったり、ね、仕事の裏話、ね、昔やった悪いこと、あの人の悪口、あの人の電話番号などなど、どん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 ね、ぶっちゃけていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、前スカイツリーを登ったんですね、うちの社長と。あ、スカイツリーだなんて言いながら、あ、綺麗だね、あ、緑に変わったなんて言いながら、まあ、登ってったんですけども、まあすごいこと、まだまだ人気が絶えないで、もうどん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 人が入り込んでね、僕が行った時はまあ30分待ちだったんですけども、いやでもね、すごい並んだ、すごい並んだ、すごい人、びっくりね。でもう登ったんですよ、上に、どん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 上に登ってさ、で、まあ綺麗だなとか普通言うじゃん。社長の最初に言った一言がさ、川が太い、なんそこかよって、なんか川が太いってなんだよ、もっとあるだろう、東京タワーより高いとか、なんかね、うちの社長女の人なんですけども、まあまあ男勝りで、いきなり川が太いなんて言うんだバカ野郎なんて、本当この時点でちょっと下ネタだわなんて言いながらね、この時点でもう親と聞くのはよしていただきたいなと思っております。さてさて、今夜はですね、どん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 、ちょっと最近感動した話をね、盛り込んでいきたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。では磯貝流子のぶっちゃけバラエティスタートでーす。